見た目が通常と異なる人は避けるというのが文化として成立しちゃってたんですよね。平均的な顔してるというのは疾病がないだろうと。したったらずであるとか、パーツが歪だったりするんですよ。脳の麻痺だったりする可能性もありますと。 でいじめられる人にも原因があるという話について、発達障害者のプレコモレックス感のせいでいじめられるというそれを見た。普通なら無意識にしている話の間のイントネーション、ゴミの抑揚が発達だと自然で切われてあったので、ASD 当事者として拳入者に使わくためにすることとは。個人的に県庁の会話の印象は卓球のラリーでボッコジを野球のキャッチボールの底では考えながら話してるなと思うし、実際経営している意見をお願いします。と別に ASD とは関係なく、あの、自分たちと違うものを排除しようとするというのが、割と社会的動物である人間は薄らあったりするんですよ。 これあの善悪は別にして、その、要はあの、異分子があることによる不安というのを除きたいというのは誰しもあるんですよ。で、あまりこう、いい例えではないかもしれないんですけど、人はなぜ不細工を見ると不快になり、美人を見ると心地よくなるのか。で、美人の顔っていうのは人間の顔として、すごく標準的な顔を指すんですよ。 なので、あの、いろんな人種の顔を、そのなんか、あの、つなぎまあ、あの、いろいろコンピューターに食わせて、いろんな人種を合わせた平均的な顔っていうのにやると、割と美人になってしまうんですよ。で、あの、左右対称なんですよ。で、逆にあの、ブサイクと言われる人って、顔が左右対称でなかったりとか、何らかしらパーツが歪だったりするんですよ。 で、あの、病気になったりすると、その顔が左右非対称になってしまったりとか、顔のパーツが歪になってしまったりっていうのがあって、その顔つきに病気であるかどうかというのが出てしまうというのがあったりするんですよね。で、病気というのは、あの、まあ、現在であれば、伝染する病気、伝染しない病気っていうのがわかるんですけど、動物というか、ま、昔の人間というのは、その病気が伝染する病気か伝染しない病気かというのはわかんなかったんですよ。 で大病みたいな、その顔とかに出てしまう病気というのは、伝染しますと。なので、まあ今では伝染しないとなったんですけど、あの当時は伝染すると思われていました。 なので、伝染する病気だから、じゃあ避けようっていう形で、その見た目が通常と異なる人は避けるというのが、割と文化として成立しちゃってたんですよね。っていうのがあって、その平均的な顔をしてるというのは疾病がないだろうと。でもなんか右の、じゃあまぶたがずっと痺れてて、なんかあのこう、痙攣してる人とかだと、じゃあこれは何かの病気かもしれないから排除しようみたいなので、じゃあその下が回らない。 そのなんかしたったらずであるとか、その言葉が特殊であるとかは、それは何らかしらの脳の麻痺だったりする可能性もありますと。 例えば、その、なんか、あの、マラリアとかで、あの、なんか、マラリアじゃねえなんか、あの、脳が食われちゃう病気とかがあるんですけど、なんか、そういう病気とかで、その、なんか、脳の神経がいかれちゃったりすると、じゃあ、それも言語になんか、あの、ロリツが回んなかったり、なんか、言ってる単語がずれちゃったりとか、9ぐらいおかくなったりとか、っていうのがあるので、それも伝染するかもしれないよねってなっちゃうと、よし、排除しようみたいなのが、生き物として社会的動物は、割とそういう風になってしまうんですよね。まあ、プリオンとかもそうですけど、で、もちろん今の時代は、それ伝染しないよねって分かってるから気にしなくていいじゃんっていうのは、 言えるんですけど、ただ多分その伝染するかしないかっていうのが本当に正しいのかっていう疑問を持ってる人とか、そ、そもそもその病気が何なのか分からないからなんとなく怖いっていう人もいたりするので、なのでそこの避けられてしまうっていうのがあるんですけど、で、これはまあ、そのなぜ避けられるかっていう説明なしで、で、じゃあ ASD の人はどうするべきかっていうので、あの、僕は割とそのめちゃめちゃ強くなるっていうのが一番ええかなと思ってて、要するにいじめって弱いからいじめられるんですよ。 でもじゃあ、その、なんかあの、人類最強のなんか、じゃあ、吉田沙織さんという人がいたとして、で、その人をいじめるかって言ったら、いじめられないじゃないですか。怖いから。なので、じゃあ、そのなんか、198センチのなんか、剣道の有段者ですとかになると、やっぱり怖いからいじめられないじゃないですか。 なので、あの、言葉遣いを直すとかより、めちゃくちゃ筋トレしてください。<laughs> 要はあの、めちゃくちゃ筋トレして、室伏みたいになったりしたら、やっぱりその、言葉遣いが変とか、イントネーションがずれてるとかでも、やっぱりその、戦おうとしないじゃないですか。<laughs> っていうのがあるので、あの、とりあえず筋肉をつける。あの、格闘技の練習をするとかも、一応ある程度できるんですけど、ただその、キックボクシング、いくら強くなったとしても、あの、パッと見わかんないんですよ。 朝倉兄弟の弟さんが、あの、オタクっぽい格好をして、歌舞伎町の人に絡まれてみて、じゃあやろうぜってことになって、あの、シャドウしたらめちゃめちゃ強そうみたいな動画があるんですけど、やっぱりその、割と本当に格闘技やってて、背が低くて、その引き締まった筋肉になる人って、服装によっては強そうに見えないんですよね。 あの、朝倉海さんなんですけど。<laughs> なので、その、強そうに見えるっていうので、舐められないが必要なので、そうするとやっぱり筋肉ついてる方が、割と強そうに見えるんですよ。で、なんかね、助走が好きで、軽自動車に乗ってる、 なんか、2メートルぐらいやって、なんか100キロ以上ある、あの、筋トレ大好きボディービルダーの人が、なんかあの、煽り運転をされて、絡まれて、で、降りた時に、その、助走してて、あの、めちゃめちゃ筋肉、ま、ま、あの、バリバリ筋肉つ,ついてるっていう人が出てきて、でね、なんかやんのかコラみたいになったら、相手の人が超逃げたっていう動画があったんですけど、やっぱあれぐらいその筋肉ついてる人は、やっぱ怖いんですよ。<laughs> で、さらに、助走もしてたら、もっと怖いじゃないですか。常識が通じそうにないから。名前ちょっと忘れちゃったんですか肌さん肌セブンさんだっけ助走でマッチョの人。っていうのがあるので、なのでひとまず筋肉をつけるっていう方が、あの、いじめられないっていうのにあるんじゃないかなと思うんですけど、ね。なので、あの、助走をするか筋肉をつけるか、あの、どっちかもしてみてください。<laughs> あの、プロタンではない。プロタンは見た目真っ当だから。プロタンはね、あの、 イケメン風筋肉だからね、その服着ちゃうと多分あの筋肉が隠れちゃうので舐められやすくなるんじゃないかな。えー、こんばんは自分がある程度可愛いのか不細工なのか客観的な視点でわかる方法がありませんでしょうかありません自己評価だとどうしても過大評価してしまうので当てにならないです。まず可愛いとか不細工っていうのは、あの客、 客観では評価するものでありません。<laughs> あの、美人もブサイクも客観で評価されるものでありません。あくまで評価する人がどう思うかという主観の集合体です。要はその目のサイズがいくつですかとか、鼻の高さがいくつですかとかっていう、そのデータ化できるものは客観的な判断っていうのはあるんですけど、その顔がの良い形とか悪い形とかって基本的に見る人の好みなんですよ。 なので、そのなんか、あの、こういうタイプの顔が好きだよね。橋本環奈の顔が好きだよねっていう人であれば、橋本環奈大好きってなるし、でも橋本環奈は整形する前の昔の顔のが良かったよねっていう人だと、今の橋本環奈は整形してるから違うよねってなると思うんですけど、でもどちらも主観で、今の整形してる橋本環奈の方が可愛いなっていう人の方が多数なので、そっちの方がいいよねっていう人が多数だったら、主観の集合体なんですけど、あちらが可愛いっていう風になると。でも整形してない昔の方が可愛いよねっていう人も一部いるので、そういう人はそっちの方が可愛いってなるんですけど、ただ、 ちゃんとしては少数っていうなので、あくまで主観なので、その可愛いかどうかを客観で求めようとてするのは間違いなんじゃないかなと思います。彼女が欲しいけどできない。ひもて男性は可愛い女と付き合いたいのだって。ブスなひもて女性ならすぐ使えるとなっても、それはそれで嫌がると思いますか？ま別に付き合えたらあんまり気にしないんじゃないですか。あの結構その美人は3日で歩けるけど、ブスは3日で慣れますからね。 え、人とコンプレックスをわざと話題に出して、それはとてもいいことなんだよと言ってくるやつ何なんでしょうか自分の気にしていることを客観視する必要はねえだろうって感じだし、いいことなら言うなよ、こっちよくねえからって思うんですが、こういうことを平気で大人が子供を変わってるとかおぞましい。まあその、きっと気にしてるけどそれを気にしない人生になった方が良いと思うからという行為で多分一生懸命言ってるんだと思うんですよね。うん、なんで、悪気はないんじゃないかなと思ってた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、4月から受験生の娘がいます。勉強はするものの偏差値が低すぎて、娘の将来に関してしまいます。あまり勉強は得意ではないですが、顔が可愛く性格も良いと友達のお孫さんたちからいつも言われます。親から見ても顔はいいと思います。頭が良くなくても将来何とかなったりするものでしょうか。はい。えー、き力者のお顔をご紹たいです。えっと、あの、性格が良くて顔がいい人は大体幸せになります。で、 頭が良くて性格が悪い人は大体不幸になります。頭が良くて性格が悪い人ね。大体不幸になります。その、頭が良い,いと幸せになるは実はあまり比例しないんですよ。その、頭が良い,いで勉強できると思って大学行って頭が良い,い人が入るような会社に行くともっと頭が良い,い人が世の中にいるという現実にぶつかるんですよ。 あの、なんか、勉強しないで東大に受かれました、みたいな、めちゃくちゃ頭いい人は別にして、その、多少頭がいいレベルの人って、自分より上がいるよねってなるんですけど、その、子供の頃から見た目が良くて性格がいいと、割と人が寄ってくるんですよ。で、性格が良いという能力は、あの、その、A さんと B さん、どっちの方が性格がいいから、採用しようとかないんですよ。で、その、美人も、そのなんか、まあ人によって好みとかあるんですけど、美人は美人でいいじゃないですか。 でも頭がいい人だと、この人の方が頭がいいよねとか、割とその序列がつけやすいんですよね。でも性格とか顔って序列がつけられないので、割と性格がいい人は性格がいい人だよねっていうので人は寄ってくるし、顔がいい人は顔がいい人だよねって人が寄ってくるっていう状況になるので、なんでその序列がつけづらくて劣化しづらい能力っていう意味でいくと、割とその顔がいいとか性格がいいっていうのは一生続くので、いいんじゃないかなと思いますけどね。 ただその、顔が良くて性格がいいから、20代のうちに、あの、なんか、こう、いろいろ異性遊びをしすぎて、結婚のタイミングを失って、の見た目が、その、あんまりこう、まあ、年を取るとよろしくないと日本では言われがちなので、その、年を取って、その、あの、人気がなくなってきた時も、なんかあの、昔はモテたんだから、まだモテるはず、みたいな思い込んで、独身で頑張ろうとすると、結構不幸になる可能性があるんですけど、ただ性格の良い人の場合であれば、ある程度若いうちにさっさと結婚しちゃったりするので、なので、全然問題ないんじゃないかなと思いますけどね。 かけてもいいですけど、チャンネル登録した方がいいです。